という曲です。この人はムーンサルトが入って3回ひねりが入るんだそうですね。そうですね、はい、これがムーンサルト、はい、真ん中で3回ひねりを入れるということを言っておりました。小林美波選手です。小学生の演技です。3回あっと、技的には荒川さん負けてませんね。もう小林さんのタンプリングだけを見てますと、本当に世界のこういう若手と堂々とやれると、そういう気がいたしますね、はい。あとやはりこう見てますと他の部分の動きですね。こういうところで一つずつ人に見せる、それからよく動いてると、はい、美しさ、そういったものを感じさせるような構成になると本当に強みだと思いますね。森尾舞子選手なんかも同じようなことが言えるかもしれませんね。すごいですね。見事なテンポ宙返りを見せますが、驚くばかりですね。